ベルナー・パニツキは、ドイツ空軍の軍人。1962年から1966年まで、第二大空軍総監を務めた。最終階級は、ドイツ連邦軍中将、キールに生まれる。ドイツ国防軍の空軍に入営し、第二次世界大戦に、パイロットとして従軍。しかし1941年に墜落事故を起こして、 負傷したため前線任務から外され、参謀となった。敗戦後は1947年まで捕虜となっていた。出所後はキールで商売を営む。1952年、西ドイツ国防省の前身である、ブランク機関に入る。1955年の西ドイツ再軍備に伴い、新設のドイツ連邦軍に大佐として入営した。 1957年まで空軍第クス部参謀長。この間順序に昇進。1957年6月より、ヨーゼフ・カムフーバー空軍総監の下で、総監代行及び空軍参謀長を務める。ついで1960年まで、アドルフ・ホイジンガー連邦軍総監の下で連邦軍参謀長を務めた。少々への昇進及び短期間の、 第4防空師団長在任を経て、空軍武器学校長に任命され、さらに北部航空集団司令官に就任した。西ドイツ空軍の F-104 戦闘機1962年10月、中将に昇進した上で、第2代連邦軍空軍総監に任命された。しかし1966年8月、スターファイター戦闘機採用をめぐる政治疑惑について、 雑誌のインタビューで、この戦闘機の採用は、純粋に政治的決断によるものだったと国防省、上層部を批判したため、カイウベフォンハッセル国防省に辞表を提出して、悲願退官し、事実上更迭された。ありがとうございます。